ああ、これは綺麗やわ。最高やね。今日は11月17日か。今日やね。ああ、すごいな、ここも。一回回ったけど、コロッと回るだけでも2、8分かかりますわ。しかた、ちょっとよくわからんねんけど、なんか意味あんねやろかね。これは南側から見た感じやけどね、南側からね。これをね、天理教のなんかお祭りがあるときはね、埋め尽くしたって話やからね、昭和の時代に。そんなこと聞いたけど。すごいね、この大きさは。行けよ、そこ。そこのね、真ん中の短い方やな、そこ。南通り。ああ、やっぱりね、ハイレーションは北じゃないんだ。はい、わかる。お土産。この名前が。この書店名が、人数ですね。なんだ、あれは、座りやすい。1100円。お漬物でございましたか。ああ、そう。奉行飯がね。すごい。バラと南天とね、古い広場だ。なかなか前すまんな。展示袋の。山本さん。ヤマハ。温泉堂さん。展示ショッピングセンター、ちょっと中暗いんだけどね。天神駅までやってきました。あれですね。はい、今日今から峰塚古墳行くんですけどね。峰塚古墳はここ。はい、ちょっと見てあったんでね。ほら、看板なんかなかったと思った時は何にも。看板立ってるぞ。
これですよ、これ。どうなっちゃうの。そんなに奥まで行かなくてよかったな。以前はほんまに中までずっと入ったもんでね、わからなかったんでね。これか。こんな近かったっけ。これや、こんな近いんだ。こんな近いんですわ。大きな石が乗ってるからね。電気がつかんかな、これ、電池。あら、すごい石が。上2枚、2枚。2段やからね。高さが2メーター、2、30あるか。幅も2メーター、2、30あるね。失礼しました。この前来た時ね、入り口でちらっと見ただけで、帰ったもんでね。すごいすごい、このか。この石はすごいわ。ただね、成形はしてないんでね。成形はきっちり合ってないってことは、まだ荒いね。いつか何世かね、これ。1か、6世か、そんなか。それでもすごい。あら、失礼しました。この石の大きさは、石破大根にも匹敵するぐらい大きさやね。これはね、前回来た時に入れなかったんだよね。入ったかな、入ったけど、ライトなかったんや。ライトが。今回ライトがあって見えた。すごい。ものすごい石を使ってました。これ噴球は登れんかね。ちょっと噴球は危ないな。あ、痛い。噴球これ、栄養噴かね。竹が覆いかさってるね。もういっぱいでございます。あれ、峰塚公園でございました。ありがとうございました。すごいすごい。失礼しました。最高の石図見たね、見えたね、今日。今日どうしようかな思いながらね、時間があまりの展示しないで時間がかかったんで。ほな、せっかくやから。今日は上、噴気帳は上がれるかね。なんか上がれそうやけど、どうやろうね、あれ。すごいことになってんねんけど。前方、こう、方噴でございますけどね。ああ、手前に木がいっぱいでね。ここに、ほら、主駅西山古墳。主駅も見えんがね。行かれんな。ちょっと噴気が登れたんやけどね。今年春ぐらい来たはずなんやけどね、今年春。ほんで、夏に来たらあんなんやったんやんですね。あれ、全然張るとこないね。これが興奮の方なんだけど、どこにおることない。いやいやいや、これは入りませんね。残念でございましたね。もう全容も分からへん。残念。おい、そしたらしゃあないから、使わなく行ってみようか。大きな石使ってますけどね。石舞台古墳より大きいぐらいの石を、ね、使ってるような感じですよ、これね。これ、悲しいかな。天井石がないんですよ。この長さやからね、船道が。船道が広いんですよ、ものすごくね。本当に大きな石使ってくれてて、気になってますよね。ほら、ね。あら、大きな石だ、これ、横。横はもう一枚、一枚の石でね、上にこう、肉が乗っただけやからね。横もね、正面が二枚。まあ、二個ぐらいで、ね、石造られたんやろね。高さがあれだけあるから、4メーターぐらいあったんやろな。ああ、すごい。ほら、すごいございました。これも。これに天井石が乗ったのが言うことないんやけどね。こんなで、ちょっと斜めになってるかな。そうでもないか。やっぱちょっとね、上がね、これがちょっと出てるかな。こっちね。先導の石はこんなんやもん。すごい。あら、これもね、ちゃんと見るとすごいですよ。これいいよね。
ということはね、こっからやな。石井部署のこっからやからね。それでも相当長いね。この横はね、はい、墓なんだよ、墓に。こっち大阪川。はい、ありがとうございました。西山公園見れませんでした。そのうち、ここに、ここが出てきたのが33枚ですか。はい。500枚もあるんですか。はい。ほんで、中国にはないんですか。中国には1枚出たということであるようですけれども。ああ、そうなんですか。はい。これも出てきたのかな。これも全部できたんですか。はい。これいいだろう、これ。はい、これが本物で、本物じゃない、これはレプリカでございます。レプリカでございます。初期の頃はこうやってね、ここ2階から見るとすごいんやけどね、この高さが、石を積んでる高さがね、2メーター以上積んでますから、すごいですよね。下からやったら3メートルなんでしょうかね。これはね、英文の墳丘の一番上からね、こう出てきましたんですわ。こういうふうにしてね。数は変えてないか、ここにはね。つばい大塚山古墳も行きましたけど、わあ、大きいね。こんな大きいの。なんかどっかで、作り方を教えて、動画見たんやけどね、大変みたいだね。型にね、なんか流してなんかやってたね。こんな模様があるのかいね、わからんな、見ても。31、32、33、いろいろ、いろんな型があんねんな。それは失礼しました。みんなが一緒と思ったね。はい、あれ。また、主に乱れとんね、すごいね。はい、で、行ってみましょう。全長が130メーターかな。全長130メーター、高さが11メーター。もっとある、そんな感じ。11メーターこれ。はい、ちょっと歩いてみましょう。ちょうど。132メーターだぞ、こっちは。投影してくれたようにね、どこの古墳もね、なんか、見るやつ見るやつ違うときがあるね。前方後円墳の後円部でございます。これ先ほどのね、レプリカで見たやつがここにあったんでございますか、これ。こんなんかね。平べったい石を使ってるから。珍しいね。おお、やっぱ高いね。おお。なるほど。城郭に利用されたんかいね、これ。高いな。あら。下もだいぶあるね。思ったよりも。下ちょっと置いてみるか。左から行けるのかね。ちょっと下がってみましょう。はい、ありがとうございました。黒塚古墳でございました。はい、4時半。はい、帰りましょう。はい、今日は展示はこれで終わりました。帰るの間に合うんで、早く帰りましょう。ありがとうございました。子供いっぱいでございます。子供は。はい、ありがとうございました。およそ1キロメートル先、斜め右方向です。
するレーンにご注意ください。通常は30本入り9,720円、1本あたり324円のお値段ですが、この動画からアンケートにお答えいただき、案内される公式ページから注文いただくと10本入り1000円でお試しが可能です。送料無料。